聞いて、この歌を。私も頑張るからよろしくね。いや、戻ったのか。早速で悪いけど、ちょっとした事件が起こった。毎度毎度、何かしら起こってるじゃねえか。それについては、返す言葉もないよ。それで、今回はどうしたの？タータルカ宰相が戻ったんだ。嘘でしょ。嘘だと思う？それって確かイオンが言っていた七種の一人か。そうよ、レマルル・タータルカさん。皇帝に仕える宰相でイオンや姉さんをサポートしてた人なの。そんな人がどうして今までいなかったんだ。私もコールドスリープしてからは見てなかったんだけど。詳しい話は奥でしよう。戦闘機陛下から現状は伺いました。母体総監の出現は移民船の航行にも多大なる影響を与えていると考えられます。レナルルさん、この船はあとどのくらい飛んでいられるんですか？動力源を外世界からの供給に切り替えたということですから、今すぐにどうということはないでしょう。ですが、母体総監がこの船の核動力部であるプラセンタで暴れている以上、いつどのように船が停止するかは予測不能です。母体総監を排除できないとなれば、速やかに脱出する方法を考えるべきでしょうね。でもどうやって？どこに行くってのよ。惑星ラシエラを破壊したあの日、私たちが向かうはずだった星、そこへは今でも行けるはずです。私のジェノメトリクスにインストールされているシェルン、クラス・ディストリスタを歌えば。クラス・ディストリスタ。どんな効果なんだ。簡単に言えば、時空をこじ開けて向こう側の空間への物質転送を可能にします。時空をつなぐってことよね。ちゃんと成功はするの？そもそも生きたまま時空を超えられなければ現状の役には立ちそうもないけど。実はまだ一度も歌われたことはありません。この歌が完成してすぐにネロに記憶を壊されましたから。なるほど、ネロにとってその歌は脅威だったんだろうね。今から10年ほど前、私は皆さんよりも数年早くコールドスリープから目覚めました。数人の研究者や兵士と共に。そして昔惑星ラシエラが存在していた場所の中心へ調査に向かいました。するとそこはまだ移住先の星とかすかにつながったままでした。エネルギーの流れが存在していたのです。私は研究者に
このかすかなつながりを利用して再び向こうの惑星にアクセスする歌をプログラムさせました。それがクラス・ディストリスタです。とにかくその歌を歌えばみんな向こうの惑星に移住できるんだろ。ならすぐにやろうぜ。残念ですが全員は無理です。実際に歌う天頭騎陛下の力を持ってもおそらく二人が限界でしょう。それってあまり意味なくない？そうかもしれませんね。ですが星を失い船も失いかけている私たちにとって他に有効な手段はないでしょう。歌が成功すればその先に住んでいるはずの我々の同胞に協力を仰げる。もちろん大きな賭けにはなりますが。本当に博打ね。でも今の状況を打開するにはそれくらいしないとダメか。ただ問題は誰が行ってそこで何をしてくるかってことよ。何ができるかは分かんねえけど誰が行くかは決まりだな。は？誰よ？そりゃ俺だろう。ちょっとベルタ、何言ってるの？俺しかいないんだ。仮に何か起こってもインターディメンドでアーシェスとつながってる俺なら助けてもらえるはずだしさ。あの、私とアーシェスが行ってもいいんだよ。デルタにはキャスちゃんが。いや、俺に行かせてくれ。何かできてもできなくても俺自身にはあまり時間がない。ならその時間をできるだけ有効に使いたいんだよ。いいだろ、キャス。その言い方はずるいわ。決まりだな。わかった。あんたのために最高の歌を歌ってあげるわ。ああ、ありがとう、姉さん。私も行く。おいおい、本気かい？無事に戻ってこれるかはわからないんだよ。だから行くのよ。こいつのパートナーは私なんだから。いいでしょ？ああ、もちろんだ。というわけで、メイさん、私にも最高の歌をよろしくね。まったく。いいわ、しっかり聞きなさい。決まったようですね。あちらの世界へはもともとラシエラのあった場所からしか行けませんから、まずは移動しましょう。それってどこですか？歌う丘のセンターオブザラシエラと呼ばれるところです。皇帝陛下とイオンはそこで歌の準備を手伝っていただけますか？歌うだけなら任せて。機械とかの操作はパスよ、パス。そっちの仕込みは僕がやるよ。別の世界に行く前にできるだけのことはしておきたい。デルタとキャスもまずは白鷹のところへ来てもらえる？了解。それじゃ行きましょう。
ここがラシエラの中心だった場所なんだね。私たちが壊してしまった星のかけら。ラシエラのあった場所。振り返っちゃダメ。前を見るのよ、レイ。ある意味ではここが全ての始まりの場所よね。あれが元の惑星の中心です。私たちが生まれ育ち、私たちが消滅させたラシエラの最後のかけら。あの時私たちの惑星移住が成功していたら、どんな生活をしていたんでしょうね。ごめんなさい、私がうまくできなかったから。そういうつもりで言ったわけじゃないの。それにイオンの歌は決して無駄じゃなかったのよ。あなたが繋いでくれた遠い惑星とこことの間には、今もエネルギー的な繋がりがあることが分かったのよ。今から皇帝陛下にインストールするのは、そのエネルギーの流れを利用してあちらの空間に人を送ることができる歌です。何言ってんのよ。もっと胸を張りなさい、イオン。あんたは自分で思っている以上にすごいから。私もかなり往生際は悪い方だけど、あんたも相当よ。だって諦めないもん。私が何の不安もなく歌を歌える、こんな気持ちでいられるのはそういうあんたがいるからよ。私が失敗したってあんたが何とかする。今のあんたは頼りになる。イオンは逃げたりしないんでしょ。もちろんだよ。よし、いいわよ。これでバックアップ体制も万全。私がこけてもきっとイオンが何とかするわ。ちょっとそれは無理だよ。今の私には皇帝の生態は備わってないんだから。冗談よ。あんたがいればそれだけ心強いってこと。ま、それに本当にいざとなったら皇帝の生態をあんたに託して死ぬから。昔イオンが私にやったのと同じ方法でに。ほら、二人とも仲睦まじいのはいいけど、そろそろインストールを始めるわよ。はい、ごめんなさい。ではここで歌のインストールをします。陛下、どうぞ楽になさってください。クエリパエクイルテルパネイアフラスクレククラスディストリスタ。これこんな感覚初めて。全てを飲み込んじゃうような、すごい歌だわ。クラスディストリスタと言います。今の私たちにとっては最後の希望とも言える歌ですね。クラス
ディストリスト。歌う場所はこの先になります。あと少しだけ歩きましょう。聞いて、この歌を。さあ、行くよ。その調子だよ。いい感じ。すごいすごい。いい感じだよ。いい感じ。いい感じだよ。もっといけるかも。その調子だよ。私も頑張るからよろしくね。いい感じ。あ、すごい。絶好調だね。あと一息。いい感じだよ。もっといけるかも。もっといけるかも。張り切っていこうね。追撃するね。あ、すごい。いい感じだよ。私だって、いい感じだね。当たって当たって当たって、あと一息。いい感じだよ。追撃するね。絶好調だね。もっといけるかも。その調子だよ。その調子だよ。あ、すごい。絶好調だね。いけー。あと一息。その調子だよ。もっといけるかも。私だって追撃するね。いけー。あと一息。もっともっと。もっといけるかも。あ、すごい。いけー。あと一息。私だって、当たって、私だって追撃するね。私だって、もっともっと当たって。うん、その調子その調子。もっといけるかも。あ、すごい。いい感じだね。当たって。もっともっと。もっといけるかも。いい感じだよ。いい感じだよ。絶好調だね。私だって、私だって、当たって当たって当たって。いい感じ。これは効くだろう。その調子だよ。投擲。その調子だよ。これは効くだろう。いい感じだよ。これなら当たるだろう。その調子だよ。撃て撃て。いい感じだよ。あ、すごい。いけー。あと一息。すごいすごい。その調子その調子。その調子だよ。あ、すごい。いけー。あと一息。
するね。もっといけるかも。私だって完璧だよ。いい感じだよ。あ、すごい。いけー。あと一息。当たって完璧だよ。もっといけるかも。私だって当たって。いけー。まだまだいけそうだね。その調子だよ。追撃するね。あ、すごい。絶好調だね。あと一息。その調子だよ。追撃するね。当たって。絶好調だね。いけー。すごいすごい。すごいすごい。いい感じだよ。いい感じだよ。あ、すごい。もっといけるかも。あと一息。いい感じ。いけー。いつもより激しい。当たって。すごいすごい。追撃するね。いい感じだね。もっといけるかも。あ、すごい。いい感じだよ。いけー。あと一息。いい感じだね。当たって。あ、すごい。いけー。あと一息。私だって、完璧だよ。その調子だよ。当たって。絶好調だね。いけー。お願い、私たちを助けて。頑張って。もっといける。あと少し。ありがとう。あなたの愛に感謝します。バッチリだったね。ねえねえ、あなたと一緒にこの世界を歩くようになってもう随分経つよね。この世界の住人じゃない二人が一緒にこの世界を見て回ってるって、なんか不思議。陛下、誠に申し上げにくいのですが、その派手で露出度の高いお召し物。うん、これ似合うでしょ。いえ、皇帝陛下のお召し物としてはいかがなものかと。いや、でもこれ正式な皇帝装束よ。そうなんですか。みんなだけど。聞いて、この歌を。私も頑張るからよろしくね。